野崎チャンネル。こちら、月曜日、そちら。はい、のお時間でございます。もう残りね、10試合切ったチームもいますけども、どうなってくるのかっていうね、若干を見てます。はい。もうあと、総チェックも何回できるかね、っていうところで、でもこんなね、中盤まで優勝が決まらない。なかなかね、なかなかこんな年もないんじゃないのかっていうね、セパともに面白い試合展開になっております。クライマックスシリーズ争いも含めてということでね、お送りしましょう。まずはですね、パリーグから。16日の試合が2試合あったので、まずそちらを先にということでね、9月16日、オリックス対日本ハム。3対6で日本ハム、オリックス、この敗戦痛い。オリックス先発松井ね、苦しい投球になったけども、まあなんとか踏ん張りかけたんだけども、村西がね、近藤にフォアボール、あれが痛かったね。で、その後、清宮にスリーランホームラン、高めね、外していくストレートを投げて打たれるっていうのはね、これはね、もうキャッチャーとして。一番悔いが残るっていうかね、後悔する。ホームラン。高め外しに行ってんのにそのホームランっていうね。で、松井もね、4回3分の1、75球、6安打6三振、2四球、2失点と。まあね、そんな長いイニングをね、中島監督も考えてなかっただろうと思うところでね。で、まあ、オリックスはね、こう3回の裏にね、2アウト1塁から吉田がね、タイムリーヒットを打って先制する。だけどもね、4回表、さっきも言ったように、中島アウトね、細川フォアボール、上川畑、ライト前ヒット、ワンアウトね、一三塁から、松本がね、犠牲フライ、で、今度フォアボール。だからこのね、細川と今度のフォアボール痛いね。で、清宮ホームランっていうところでね、結局フォアボールが失点に絡むってね。で、松本のね、このライトに犠牲フライ、頑張って、ね、サイドスロー村西っていうところでね、無理ね、引っ張っていこうとかして、反対方向に追っつけようとするところでね、しっかり懐に入れて、ライトへね、ホームラン、犠牲フライね、これ反対方向への意識が、打たせたね、ところだったね。オリックスはね、初回、太田フォアボール出て、牽制アウト。で、3回、4回、8回、ランナー出すも、無得点っていうところでね、まあ、3回は1点取るけども、まあ、この後ね、頓宮が1本出てれば、頓宮若干ちょっと落ちてきたね、バレてきたのかな。みんなバレてくるからね、こっからが勝負どころ。で、4回、宗がね、センター前ヒット、若月三振。でね、紅林、チェンジアップでサードゴロ。西村の2アウト1塁から2ベースね、1塁走者紅林、ひっきりね、ホーム帰ってくるんだけども、近藤、上川畑、フルッカーで見事アウトでいく。ね。だから日本はね、この試合ね、まあ、清宮のホームランもすごいけども、このね、守備大きかったね。で、8回、中川ね、スリーベース。で、吉田正尚が、ライト前ヒット、ノーアウト1位から、このショートゴロね、上川畑、タイピングタッチ。ねえ。だからこれもね、どっちもね、アウトに防げてなかったら、ひょっとしたら、オリックスがね、勝ってたかもしれないというところでね、しっかり守備でね、盛り立てたのは非常に大きかったんじゃないでしょうか。メネズね、高騰したけどもね、若干なんか足かな、なんか今後残りどうなのか、まあ無理するところでもないけどね。で、まあ日本ハムとオリックスっていうとね、この点の取り方、もうフォアボールの魚とね、このフォアボールが失点に絡んだっていうね、松井も村西もそうだしね、で、まあ吉田亮もね、フォアボールを絡んでね、8回ね、八千代ホームランね、その後古川ライト前、で、アルカンタのフォアボールっていうね。で、結局最後ね、細川に打たれるっていうね。ちょっとフォアボールが重んで痛い敗戦になりましたね。そしてもう一つね、16日でした。楽天対ソフトバンク。2対6でソフトバンクというところでね、ソフトバンク先発盛りね、来年に向けて先発っていうところでね、とまっすぐね、カット、ナックルカーブ、で、フォーク、ツーシームと、まあ、球種が豊富だしね。で、まあ、課題はスタミナのみっていうところだけど、適性あるね。本当にいい形でね、バランスよく投げてたっていうところとね、これ麻酔とよく似てんだけどね、抑えじゃなくなったらね、無駄に力むことがなくなって、いや、コントロールいいじゃんっていうところもあるんで、あとは、まあ、スタミナだね。そこがね、どうなるのかっていうね、奥村が急にね、投げれなくなったって言って緊急先発しまったけどもね、3回50球、2安打2三振、1失点と。まあ、3回ぐらいね、大谷レフトにホームラン打たれたけどもね、非常にグピチだったと思います。で、ソフトバンクはね、もう、柳田、デスパイネがスリーラン。初回ね、柳田が、ライトスタンドでカットボールね、スリーラン。で、7回にね、デスパイネが、レフトへね、スリーラン。もうこれポンポンっていうね、6点で勝ち切ったかなとね。で、楽天は、やっぱりね、4回ね、こう1点取ってね、3対2になるんだけども、鈴木大地のライト前ヒット。この後、ワンアウト2、3塁からね、マルモレス三振。で、茂木がね、空振り三振。ここで1点ね、同点に最低でも追いついてればっていうね、ところと、6回ね、浅村が内野安打。で、島内がね、ライト前ヒット。で、ノーアウト1、2塁からね、辰巳が送りバント。で、ワンアウト2、3塁からスクイーズね、スクイーズ。アウト。ダブルブレ。バッと。鈴木大地、バッと。浅村もバッと。三塁、スライディングしたら、いや、まあ、アウトだったかもわかんないけど、あれ、スライディングしたら、ひょっとしたらセーフだったかもしれないよ。スライディングをしちゃう、ポポって。あれはちょっとね、
怠慢走塁って言われてもね、ちょっとおかしくないんじゃないのかっていうね、あそこなぜスライディングしなかったのかは疑問だね。追いつけるところで追いつかなかったことによって、7回のデスパイネのね、スリーランが生まれるっていうところではね、ソフトバンクね、この価値は非常に大きかったかなと。まあその後ね、甲斐山とランナー出すけども、三振ね、バンバン取って、全部で5、8、10、15個ね、森泉、甲斐野、甲山、松本、藤井、モイネロで15個の三振。リリーフもね、よく頑張りました。ね、この勝ちはソフトバンクにとって大きい。楽天はちょっとミスが響いて、敗戦になりましたね。じゃあ続けて、楽天対西武、17日3対0で楽天、18日4対3で楽天。で、あとね、まだもう1試合あるというところでね、現在楽天の2連勝中っていうね、西武はまさかの大型連敗ここに来て痛いっていうね、まさかの B クラスかっていう。でも里崎は今年の順位予想、ロッテ、オリックス、楽天、西武、ソフトバンク、日本ハムにしてるんで、今のままの順位で終われば、なんと6分の4当たる。ロッテとソフトバンクが違うだけ。だからプロスピのプレゼントもあるし、このまま行ってほしいって個人的には思いますけどもね、皆さんはそう思わないでしょね。ということでね、17日3対0で楽天ね、楽天先発田中マー君ね、7回97球4安打4三振1四球無失点と、まあ本人ね、段としてはやっぱ調子は良くなかったって言ってたんだけども、もっとすごいマー君があるのか、もうこういう形、今の年齢も含めてもうこういう形になるのか、ここがどうなのかだね。ね、本人はね、多分高みを目指してこんなはずじゃないっていうところはあるかもしれないけど、もう今の、ね、今年はもうこのままの感じっていうのがずっと続いてるけどね、そこら辺が来年に向けてどうなのかっていうね、ところはあるね。これにね、マー君の投球ね、立ち上がり1巡目ぐらいまでは、ストレート中心、そこでね、変化球。で、結果球の多くはね、ストレートっていうところで打ち切って、で、2巡目以降はね、ツーシーム投げるけども、ほぼね、通信も含めば、ほぼ変化球。ここでね、ちょっとガランと1巡目と2巡目からの、配球のパターンっていうのをね、変えてね、2巡目からね、やたら西武打線ちょっとストレート狙いがね、多かって、その変化球で手玉に取られたかなと。で、まあね、的も絞り切れず、ちょっと対応できなくて、っていうところでね、3対0で、完封負けっていうね、ところになるけども、西武としてはね、初回ね、外崎センター前、で、金子アウトになって森センター前で、ワンアウト一三塁からね、5-4-3山川ダブルプレイ。これ、痛かったね。3回裏ね、先頭広間がね、ライト前出て、で、盗塁成功して、で、相手をね、ピッチャーゴロ。だから、これをね、進塁打打たなきゃいけないのよ。で、まあね、ワンアウト二塁から、外崎サードゴロ。で、ツーアウト二塁になって、で、金子がね、ファーストゴロになって、マー君とね、当たりそうになって、避けてね、ベースタッチしてないでアウトになるんだけども、あれはね、もうマー君にね、当たらなきゃいけないよ。前のコリジョンのホームでも言ったけど、避けたら、走塁妨害とか取ってくれないのよ。特にファーストは。だからもうあのまま、ドーンって当たって、いや、ベースつこうと思ったけど、マー君に邪魔されて当たりませんでした、くらいの感じでいかないと、避けちゃダメなのよ。だからね、自分怪我しないようにね、バーンって押してね、やるとね、自分怪我しないよ。だからあれは、バーンって、もうちょっとずる賢く、いかなきゃ。優しすぎる。パンってついた。当たったら、あれ、走塁妨害ね、取ってくれたっていうのもあるけど、そもそもね、平沼がせっかく盗塁したのにね、最後ピッチャーゴロ、あいつ進塁打打てなかったっていうところがね、先制点取れず、で、4回の表にね、ワンアウト一塁から鈴木大地がね、タイムリーツーベースので、岡島がね、タイムリー。で、渡辺のね、ショートゴロの間に1点上げるっていうね、いうところで3点。まあこれでね、まあ西武はほぼ、この後ね、打つ手なしっていうところでしたね。18日4対3でね、楽天っていうところでね、この日ね、与座ね、10勝上げて、もう1勝目いくかっていうところでね、楽天は、初回ね、ワンアウトからボギーの先制ホームね、こう勢い乗って、3回の表にね、浅間のタイムリーヒット、そして辰巳の時にね、引っ掛けたね、背中通して、音を掘って、で、鈴木大地のタイムリーヒットで4対0。いや、またこの流れで終わるかと思ったらね、4回裏、アイドがね、スリーランホームラン、アイド、グッとナイスパッて。これでいけるかって言ったらもうそのまま。まあね、リリーフ、ね、宮森ね、21試合連続無失点。グッとナイスピッチ。その後ね、孫、西口、松井とね、完璧なリリーフで、まあ逃げ切ったっていうね。3回の裏ね、2アウト1、2からね、セカンド内野安打になったけど、森のね、センター抜けるようになったけどね、セカンド渡辺ね、ダイビングのとって内野安打になったけど、グップレイ。あれ抜けてたらね、一点入ってたからね、そうなったらどういう状況になったかわかんない。その後、ツーアウト満塁からね、外崎抑えたっていうところではね、渡辺のプレー、ビッグプレー、勝ちにね、貢献した素晴らしいプレーだったと思います。まあ、結果ね、2連勝、月曜日、どうなるのか。続いて、日本ハム対ロッテ、11日5対4で日本ハムサヨナラ勝ち、18日4対7で、ロッテ、現在1勝1敗の5分っていうね、形になってますけども、もうなんか、どっちの試合もミス合戦。5位と6位の対決。ロッテはまだ辛うじて、首の皮1枚。
残ってます。はい。で、まあ、ロッテはね、完全な負けゲームから追いつくもサヨナラ負けで痛い一敗っていうね、11日の試合。で、日本はね、清宮のライトホームラン。今川のレフトへのホームランっていうところでね、2回にね、清宮。で、6回にね、今川と、もう2対0。で、ピッチャーね、先発伊藤博美が投げて、8回113球、8安打4三振、1球4失点。この間の8回の4失点っていうところでね、まあ、小さいミスで、ね、伊藤は勝ち星の逃すっていうね。ロッテはね、8回表、茶谷がね、先頭、サード内安打。これ、やちね、三塁線、エラーではないけども、球際弱い。あれは処理したからけね、弾くっていう。で、荻野が今度ね、強振してファール打って、その後セーフティーっていうね。で、ピッチャー糸。握り替え若干ジャックルして、一瞬遅れてね、セーフ。この二つのミス、ツーアウトだったのにね。でもその時ね、カメラがよくね、抜いてた。ね、セカンド石。ちゃんとね、そのセーフティーのピッチャーからファーストへのね、冒頭のベースカバー後ろちゃんと行った石。俺はそういうのが大好きです。カバーリングね。で、その後、高部バンドね。で、中村が、ライトへね、同点タイムリーツーベース。で、次、井上がね、レフトへタイムリーヒットを打って、ね。で、ホーム、セーフ、宇佐美、セカンド、全然間に合わないのに、タイミング完全にセーフなのに無理やり投げて、後頭悪送球で、センター誰もいなくて、ドロロロって投げていって、4失点、バーッと、ミス3つ。エラー1つだけど、ミス3つ。あ、これもう完全な負けゲームだったけど、ミスで、ロッテに勝ち星譲ってくれたなって思ったら、8回裏にアルカンタラのライトスタンドへ同点ツーランホームランアルカンタラ君。でもこれはね、もうね、まあ、ロッテ側からするともうカラカーの得意な球はカットなわけでしょ。ってなった時にもうそれ打たれたらね、仕方ないのよ。それはもうカラカーをどかすかしかないのよ。得意なことに。もうだってそれずっといけてたんだから、もうそれ打たれたらもう仕方ない。それはもう能力値の問題。ね、だから選択肢としては俺は間違ってなかったと思うけどね、まあ、それをね、若干負けて、アルカンタラね、よく打った。でね、9回裏、ね、上川畑、レフト、サヨナラヒット、クッね、これでね、まあ、サヨナラヒット、よかったよ、よかったけど、俺は気になったのが、ワンアウト1、2からね、バッター1、スリーボール、ワンストライク、エンドランしたのよ、でセカンドゴロ、このエンドラン、必要かっていう。でしかも、石井はね、無理やりゴロ転がしたのよ、スリーボール、ワンストライクから、それだったら石井に、普通に打たした方がヒット打ったんじゃないのっていう。で、2アウト2、3塁になって、まあ、上川畑がね、ヒット打ったからいいように見えるけども、しかも3ボール1ストライクからフォアボールっていうところもね、3ボール2になってもあるわけでしょ。で、無理やりゴロゴロがしに行ってるから、あれで石井が普通にね、打ちに行くんだったらいいけど、このエンドランはね、ちょっと謎だったね。で、あとロッテファンの皆さんね、なんでオスナーね、9回投げさせないのやっていうけども、ビジターの場合、抑えピッチャーっていうのは、勝ち越して投げるもんだからね。同点の場合で投げないからね。だからヤクルトのマクガフ君もそうだけど、12回投げてね、まあ勝ってね、2点でその後追いつかれちゃったけどね。守護神っていうのは、ホームチームはもう常にいいピッチャーから、投げていく。なぜなら、表抑えて裏サヨナラするかもわかんないからね。ビジターチームっていうのは、表に得点した時に裏投げていくからね。そんな同点の場合で押すのはいかないから、それはもう超結果論よ。って思いました。18日日曜日ね、4対7でロッテのね、逆転勝ちっていうところだけどもね、この日も水合戦っていうね、ところではね、初回ね、安田のレフトへの犠牲フライで先制して、で、日本ハムもね、初回1回ぐらいにワンアウト満塁からね、今川の犠牲フライで追いついてね、お、小川とポンセの両ピッチャー、もうちょっと0点でいくかなと思ったらね、前半からバタバタ動いてね、で、2回裏、上川田がまた2アウト1、2からライトへね、タイムリースリーベースヒットを打って、2点取って、ほら、これ負けたらロッテやばいぞっていうね。ところで、3回の表安田がね、またワンアウト二塁からタイムリーヒット。で、4回の表。これ松川のね、ワンアウト一塁からのね、ランエンドヒットが効いてショートが入ってね、ショートゴロだったけど誰もいなくて抜けたこのヒット大きかったね。で、2アウト1、3塁になって、高部のレフトフライ。なんと今川、普通に帰ってレフトフライ。ラッキー。バーッと。タイムリーエラー。同点。ミス合戦です。でもよ、8回裏にピッチャー西野に代わって、近藤フォアボール、清宮フォアボールで、連続フォアボールで、で、代打杉谷がね、バンドしたら、なんと、失敗だったと思ったら、西野がファーサードへ悪送球、バッと、ミス合戦。で、勝ち越し、4対3になって、でもこっからよ、ノーアウト2、3塁から、やちね、スクイズして、キャッチャーフライ、松川慌てちゃって、普通のフライ、プレーン落として、バッと、ね。で、その後、スリーバンドでもスクイズって言ったけど、ファール。
で、ワンアウト二三塁から代打松本出したら、敬遠。満塁策になって、ワンアウト満塁から古川フォークボールど真ん中、見逃し三振。万波スリーボールツーストライクからアウトコースのストレート見逃し三振。バーバーって、ここで1点でも取ってたら楽勝に勝ってたの、1点取れず、まだでも勝ち越してるっていうところで、9回表ね、ピッチャー石川直也が出てきて、先頭チャッターに取って追いけるかと思ったら、代打角中がライトへツーベース。ここで、ワイルドピッチ。これはキャッチャー絶対取れない。とんでもないワンパン。で、三塁行ってね、で、ダイソー和田出てきてるから、これもギャンブルスタート、藤原転がしたらいいと思って、転がしに行ったら、前進守備の間抜けてセンター前ヒット。で、同点になって、またここで盗塁、足絡めてくる。中村翔吾、レフトへヒット打って、ツーアウト一三塁から、またまた安田、今度高めに浮いた変化球、バチコーン、ライトホームランで、この日、安田はなんと3打数2安打5打点。三つ合戦です。だから一勝一敗、痛み上げです。今日どうなるのかっていうね。ロッテは本当まだ首の皮一番残ってるから、この日本ハムに負けしたらダメだよっていうね。ところではどういう展開になるのかっていうね、試合でしたね。続いては、オリックスソフトバンクの首位攻防戦。3ゲーム差で始まりましたが、17日2対0でオリックス、18日2対0でオリックス、ゲーム差1で今日の試合、東浜対田島。どうなるのかっていうね、一戦でゲーム差なしになるのか、もうね、絶対山本では負けれないっていうね、試合17日2対0でオリックスね、山本、9回114球、4安打7三振、1四球無失点、完封、ゴペッチ。期待通りの活躍、まさにエースです。でソフトバンクバンドね、8回115球、4安打5三振、3四球2失点、こちらもグピチ、ただ、立ち上がり制球悪くて、フォアボール絡みで失点。でも4回以降は、カーブ、スライダー、フォーク、制球良くなって、緩急つけて、クッて。でもね、これで、まあ、最初からできたらよかったよ。でもね、試合中にしっかりね、修正できたっていうところがね、なおいいね。こうやってバタバタって悪いピッチャーがいる中で、しっかり試合中修正して、ね、8回投げて、ね、前半悪かったところをしっかりね、補えたっていうところはね、ピッチング内容としては良かったと思う。でも立ち上がりね、もったいない。オリックスはね、初回立ち上がり中がね、レフトへホームラン。で、3回トングがね、センターへ犠牲フライっていうところでね、しっかり得点を重ねてね、まあ、ここもね、ワンアウトからね、中川初回ホームランで3回はね、ワンアウトから野口がライト前ヒットで中川吉田フォアボールフォアボール、これ痛かったね。で、トングがセンターへの犠牲フライっていうところできっちりとってね。で、まあ、ソフトバンクはね、3回表、柳町センター前ヒット。で、甲斐バンド失敗。これね、痛かった。でもね、山本投げた瞬間、ダッシュして取ってからあの守備力。ゴールデングラブ賞もあるよ、普通に。ナイスピッチン。で、2対0でね、きっちり勝って。で、18日、千賀対宮城。宮城は中子でね、詰めてきて負けられないっていうところでね、千賀で負けたら終わるよっていうソフトバンクだったけども、2対0で、千賀が負けるっていうところだけども、この日ね、カンテルで、マスター岡田さんとかね、森脇さんとか見たで、野球ね、座談会ですよ。見ながら大阪日帰りして帰ってきましたけどもですね、そこでね、やってた試合ですけども。まあ、千賀もね、悪くなかったよ。宮城も良かったけど、その中ね、3回裏、ね、この日のね、ラッキーボーイ、西野。3回裏、7番西野がレフト前ヒット、両チーム通じて初ヒット、ね。で、紅林送りバント。で、伏見の時にワイルドピッチ、これ買い止めれたよ。ちょっと前大きく弾いてね、西野。グッソーリーね。で、その後、藤見ね、最後、スライダー見逃し三振でね、まあ、フォーク来てから脳が反応しなかったね。で、福田、ツーアウト二三塁から、追っつけて、俺はインコースまっすぐもよかったかなと思ったけど、放送内で言ってたけども、ね、変化球あんまり入ってセンター前、福田、グヒット。この1点、しかも4回にも、ワンアウトからね、中川フォアボール、吉田ライト前ヒット、で、ワンアウト一三塁になって、トングーが初球のね、変化球抜けてきたところをセンターきっちり犠牲フライ、グッと2試合連続、この2点目ね、大きかったね。その後もうほぼほぼチャンスなかったけども、しっかりね、投げ切ったっていうね。だからソフトバンクはね、リチャードが3三振。ね。これ、痛かったね。だから7回もね、牧原が内野安打で出て、リチャード三振とかね。なんで、中村晃ね、最後、スリーツーからど真ん中ストレート見逃すと思わないよね。牧原もね、で、ダブルプレー。三振率。二試合連続攻撃陣はソフトバンクいいところなしだったね。で、この日もね、宮城中5日っていうところもあるし、5回で変わって、その後ね、宇田川、山崎総一郎、阿部、ワゲスパック、5ページ。ね、まあ、宇田川ね、ちょっとね、ピンチも作るけども、そこでね、しっかりね、崩れないっていうところは。だから宇田川、楽天の宮森、このね、育成上がりの二人のルーキー、素晴らしい。もしね、新人王の資格の、ラインまで投げさせなかったら、来年この二人は新人王候補筆頭だね。それぐらい素晴らしい。結果は2連勝。今日の試合ではどうなるのか、再注目でございます。続いてはセリーグ。ね、セリーグもちょっと、毎日試合が変わっていくんでね、
なかなかね、ちょっと言う方も難しいけども。まずはね、16日の試合、中日対ヤクルトね。8対0で中日の完封勝ちっていうところで中日先発王のね、まっすぐツーシームが抜群。ピッチ。ね。で、7回、111球、1安打7三振、2球無失点と。まあね、今回はやられないぞと。前回やられたけど、まあ、村上にも打たせないぞね。55ホームラン打たれて。まあ、ね、9月2日、4失点ね。で、村上に55打たれて、8月19日も3失点しててね。この日は負けはついてないけども、今日は絶対あるんやって気合の投球ね。それ見せて、ピッチ。まっすぐ通信も抜群だったね。ヤクルト先発高梨ね。フォアボール6個。ストライクボールはっきり。ちょっとそれじゃ厳しい。ね。で、大西も四球3つで3失点っていうね。ちょっともう大分崩れた。でね、中日の打線はね、下位から上位へっていうね、非常にいい形でね、8点取ったかなと。3回はね、2アウトから。で、大島ね、阿部が連続フォアボール。ビシエドがね、内野安打。で、木下押し出し。で、アリエル・マルティネスはね、初球の変化球甘いところ入ってきたやつを、ね、走者一掃のね、左中間を抜けるタイムリーツーベースで一気に4点。で、4回裏もね、また石垣フォアボール。で、王の送りバント決めて岡林フォアボール。で、大島がね、ピッチャー強襲の内野安打。で、ワンアウト満塁から、安倍の時にね、犠牲フライで1点。でもフォアボールめっちゃ絡むでしょ。で、5回ね、大西、木下センター前、アリエマラテスフォアボール。ね。で、土田、セーフティーバンド、セーフ。ね。1、2塁。で、石垣ね、6、2、3のね、ダブルプレイになるけども、王のフォアボール、バッと。で、岡林、2アウト満塁で、ライトへタイムリーヒット、7対0。で、7回、2アウト3塁からね、岡林がセンターへタイムリー、2ベースっていうところでね、ここもね、7回、土田のね、内野安打からっていうね、この下位から上位へっていうね、非常にいい形のね、ドラゴンズの攻撃でしたし、ヤクルトとしては、フォアボール多すぎですっていうね。で、17日の試合、3対3のね、引き分けっていうところでね、両チームね、先発が非常に頑張ったかなと。ね、ヤクルトサイスニーとね、7回98球、5安打6三振、2球1失点と、前回ね、ちょっと振るわないピッチングだったけども、今回しっかり修正してきたかなと。で、中日ね、先発小笠原、7回118球、5安打9三振、2球1失点と、完璧な、ピッチングでございます。その中でね、4回表、ヤクルトはね、ワンアウト1、3塁から、サンタナがね、犠牲フライ打って、今日は絶対勝つぞ、マジック減らすぞっていう中で、6回裏ね、先頭小笠原がセンター前ヒット。で、岡林送りバント。で、大島セカンドゴロ。で、2アウト3塁から阿部がね、レフトへタイムリーヒットで同点。まだ、下位から上位へ。ね、いい流れ、延長に入って、12回表、2アウトから、ね、ピッチャー風変わって、村上がね、ライトへツーベース。代打内山フォアボール、中村フォアボール、フォアボールやばいよ、これ。で、代打、川端、センターへの勝ち越しタイムリーヒット、グーッと2点。ほんと。ね、真っ黒日焼けして二軍の戸田での頑張りがね、見えるってね、立ち姿でね、きっちり仕事する。グッと完璧、さすが職人。で、2点取って、これも勝ったなと。あ、さすがにこれヤクルト勝ったなと。思ったら、12回裏。ね、ピッチャーマークアフ。ワンアウトから、高橋周平で飛ぶ。岡林アウトになって、ツーアウト。ツーアウト1塁から大島フォアボール、また来た、四死球連発。ツーアウト1塁から阿部がね、タイムリーヒット。1点差。で、ツーアウト1、3塁からね、ビシエドにストレートのフォアボール、満塁になって、木下センターへの同点タイムリーヒット。めっちゃ前進守備引いてたから、ホームには帰ってこれなかったけどもね、サヨナラランナーは、その後代打拾ってね、三振で、延長引き分け。結局どっちのチームもやっぱりフォアボールがね、失点に絡んでるっていうね、ところでは、中日が1勝1分けの勝ち越しです、中日。ね。ヤクルトはなかなかマジック減らせれないけど DNA が負けたら減るよ。はい。続いては DNA 対広島。16日の試合、3対5で広島の勝ち。17日の試合、3対10で広島の勝ち。広島の2連勝っていうね、形になりましたけども、なんと広島これでクライマックスシリーズ争いに向けてかなりいい感じになって、来ましたけども、ね、16日の試合3対5で広島ね、DeNA 先発浜口ね、制球安定、まっすぐチェンジアップ、緩急つくも、10連戦、初戦でね、まあリリーフね、まあ使わないでっていうところだったけども、継投、心配です。三浦監督もね、そうやって言ってたら、失敗しました、っていうね、ところで、ね、7回ね、伊勢出すんだけども、頭からよかったね、どうせ、これで、休ませるんだったらそこ伊勢じゃないんだよ。伊勢行くんだったら頭からでよかったね。その準備してんだったらね。で、まあね、浜口はね、前回ね、11失点っていう中でね、前回投球よりも非常にね、素晴らしくね、っていうところと、まあ伊勢がね、なぜ全球変化球投げて打たれたんだっていうね、疑問符は残るけどもね。で、広島ね、先発大瀬良、カットボール中心にね、ミスコントロールほぼなくね、初回のね、1失点のみの中ね、6回、マウンド整備、ちょっとなんか、塊出てきてしてくださいって言ってね、その後ね、外にツーランホームラン、逆転のね、
打たれて、ちょっとこれ影響したかな。でもその前によ、インコースのツーシーム、逆球行って、ファール打たれていい感じで、2球連続行って、2球連続逆球はね、エースとしたらバーッと、ダメよ。そういったところはね。で、まあ、ここもね、初回ね、クアラツーベース。で、太田がね、ライトタイムリーヒット、これ絶対ね、進塁打打つんやっていう形でね、打って先制するも、で、6回表にね、ワンアウト2塁から西川がね、同点タイムリー。で、松山がね、レフトにタイムリーツーベースっていう2点勝って、お、これ行くかなって言ったら先の外のね、ツーランホームランで逆転。で、7回表、ピッチャーね、浜口ね。だからまあ連戦やからっていうね。でも俺はもう本当に変えてもよかったんちゃうかって思うけど、まあ結果論だね。でまあね、小園がね、センター前ヒット、相澤ね、タイムリーツーベースで1点取って同点になって、で、こう代打菊池、見事送りバント決めてワンアウト3塁ね。で、セカンドゴロ。で、ツーアウト三塁になってから、ハツキがなんとレフトへの勝ち越しタイブレイクって、外、スライダー、西川ね、セカンド、内野安打、その後マックブルーム、タイムリーヒットっていうね、ところで、このね、菊池から伊勢出てくるんだけど、なんと、松山にストレート投げるまで、全球変化球。なぜなぜなぜ why? っていうね、ところでもったいないね、やっぱストレート。松山に投げたストレートめっちゃ良かったからね、このストレート投げて変化球打たれるんだったらまだいいけど、なんで全部変化球みたいなね、ところはすごい疑問に感じたけども、広島がね、しっかり勝ち切ったっていうね、試合でした。で、17日ね、3対10で広島っていうところでね、DeNA ね、初回、牧がね、レフトにタイムリーツーベース、で、宮崎もね、タイムリーヒットっていうね、1000本安打おめでとう。宮崎に、ビッグ。ね、よかったね、1000本安打。でもセンターの間、ライトの間、取れたんじゃない？グローブ入ってたんじゃない？っていうね、ところはあったけどもね、いい形と思ったらね、3回表、ね、ワンアウトから、野間ライト前ヒット、ね、で、ハツキがレフトにタイムリーツーベース、で、その後、マクブルームはね、ツーアウト2塁からレフトスタンドに逆転ツーラン、ホームランでグッと、広島が3対2で勝ち越しです。でも5回の裏ね、ワンアウト2、3塁から佐野のね、セカンドゴロの間に1点あげる、もうここはね、1点 OK ですよと、ね、逆転されないように、内野手ね、下がってて、で、同点。で、3回の表にね、ピッチャー入江に代わって、西川ね、ツーベース。で、バックボールはね、内野安打。ね、入江が手でいっちゃってね、危ないよ、手でいったら、と、怪我するよ。で、ノーアウト一三塁から松山のね、内野ゴロの間に1点上げて、勝ち越し。その後、坂倉セカンドゴロ。ツーアウト一塁からね、小園、ライト前に磯村デッドボール。で、代打堂林がね、ここまで8打席連続三振打ってるけど、代打で出たらね、初球、レフトへのタイムリーヒットっていうところで、ここで一番考えなきゃいけないのがね、DeNA バッティ。8連続三振してんのよ。1000% 初球振ってくんのよ。確実に。そしたら、ストライクからボールになる変化球とか、あったと思う。正直にストライクゾーン。そら。ね、まあ、結果どうなるか分かんないけど、振ってくるよっていうね。ここら辺のちょっとね、慎重さとその流れを読むっていうところがね、ちょっと足りなかったね。で、8回表にね、一気に4点。ね、野間、菊池、連続タイムリー。で、マクブルームね、タイムリーヒットを打って、10対3で勝つっていうところでね、広島は、これはかなり大きな、2連勝っていうところにね、なったしね。あと、フロントドアでも言ったけど、マクブルームがクライマックスに向けてはキーですよって言ったら、5打数3安打3打点1ホーマー。どうですか？カープファンの皆さん。あとはね、このね、広島ベンチワークもね、グッて。5回裏ね、ピンチ作って、2アウトね、3塁から牧ね、もうここ玉村諦めて中崎使うんだよね。で、見事サードゴロ。で、ここ最近気になるのがね、牧がね、インコースのストレート結構詰まるね。ポップライブそうだし、そこね、若干気になるっていうね。で、6回表はね、松山のショートゴロ、大和ね、手につかずダブルプレー取れずっていうところからね、2失点。これもね、ダブルプレーだったらね、2アウト1塁で、その後のね、失点は多分なかっただろうなと思うけどもね、そういったちょっとミスもね、重なって、DeNA としては連敗です。まあ、そのおかげでね、ヤクルトの馬軸がどんどん減っていくっていうね、でも3位争いが激化してます。続いて17日の試合ね、巨人、阪神がありました。3対2で、巨人の勝ちっていうね。まあ両投手ね、最少失点で、役目ね、果たしたけどもっていうね、試合展開になったけども、阪神はね、2回の表、サドテルがね、フォークね、うまくすくって、ライトホームラン打ったけども、5回の裏ね、2アウト3塁から吉川がね、センターへのタイムリーヒット。これ2アウトからの1本ね、ジャイアンツは非常に、大きかったね。でもここもね、一番の重要素はね、5回の裏ね、ウォーカー、スリーベース、高く上がってね、ね、その高く上がってる時にやっぱり全力疾走してたウォーカー、ぐっそり、
ね、しっかりスリーベース、行って、大城ショートゴロ、ね、戸郷、スクイズ失敗から三振っていうね、こう1点取れなかったらってなるところね、吉川がね、流れをね、引き込むね、センターへのタイムリーツーベースは非常に大きかったね。で、6回裏、中田がね、ホームランだけどもね、外ね、ストレートが甘くなって、でも1打席目ね、シュートセンター前。で、この打席もね、シュートね、引っ張ってファール。で、外のね、甘めの変化球ね、真ん中入ってね、ホームランっていうところで多分中田はずっとストレートを待ってたんだろうね。そう考えると、まあ結果論だけどね、変化球でもよかったなってね、多分思ってると思う、バッテリーもね。でも中田、ホームラン。その後ね、ポランコが。ライトへね、ホームラン。でもね、このポランコもね、ヒットもね、センターフライ、めっちゃいい当たりも、全部同じ攻め方なんだよ。でも全部ちゃんと打たれてんだよ。ヒットも、アウトも。でも最後も、一緒に攻め方するんだよ。で、ライトホームラン打たれるんだよ。疑問だね。なぜっていうね。ここに一つの疑問があるんだよ。本当にバッテリーがその考えで言ってんのか、ベンチでそれやれって言って、スコアラーがやれって言って、ミーティングで決まったことをずっとやってんのか、これあるな。これあるある。ね、あの皆さんリードはねキャッチャーが勝手に決めてる配球って思うでしょ。でもねスコアラーとか監督コーチとか絶対それやれって言ったらねやめれないのよ。打たれるよって思っててもねやらなきゃいけないのよ。俺もあるよ。絶対打たれるよと思って行って確実に打たれてベンチ見てたら目そらされて、どういうことだね。まあこう分かんないけどね。で阪神はね7回表このね梅のパンと失敗、これね、痛かったね。あの、春藤がセンター前ヒットを得て、で、佐藤はね、フォアボール。ノーアウト1、2塁から、梅野をね、バンド失敗。ね、その後、マルテがヒットを打って、1点取るけども、これ決まってたら、ひょっとしたら2点だったね。かもしんないからね、同点の可能性あっただけに、このバンド失敗はね、痛かったかなと。でね、その後ね、中野、ツーアウト1、2塁で中野の時にね、高梨出てきて、やっぱね、高梨サイドでしょ。スライダー外中心っていうね、やっぱり意識あるけどね、対左に対してね、サイドからね、あのインコースツーシーム、クッピチ。あれ投げられたら、そら、ドン詰まるね。中野もね、ショートフライっていうところでね、あそこ投げれるのいいね。だから俺は高梨、ひょっとしたら WBC あるんじゃないのかって、勝手に思ってるっていうね。まあ、巨人はね、勝ちということで、阪神がなかなか勝てないっていうところでね、これは3位争い激化かっていう中でね、で、続いてね、18試合、18日ね、今日日曜日3試合あったけども、広島中日じゃん、雨天中止です。台風です。九州、中国地方、ここから関東、北信越も来ると思いますけども、皆さんね、警戒をしっかりしてですね、しっかり自分の身を守って、避難しなきゃいけないときは、ね、慌てず、忘れず、油断せず、避難、してください。お願いします。そして、暇だったら、佐々木の、YouTube を見てですね、心の拠り所になればですけども、してください。さあ、そして18日ね、巨人対 DeNA ね、1対3で DeNA の勝ちっていうね、ところでね、まあ、DeNA 先発大貫ね、6回110球、6安打6三振、2四球1失点と、まあ本当に今年はね、1年間通してもめちゃくちゃ安定してるんで、めちゃくちゃなんかびっくりするような球があるわけじゃないけども、ストレートの質もいいし、フォークボールの落ち具合っていうところね、コントロールっていうところは本当に抜群、あと腕をね、長く使うリリースっていうところもね、非常にいいと思います。でね、巨人先発山崎よりね、5回90球、6安打4三振、3四球1デッドボール2失点と、まあちょっとフォアボール重んだけどもね、まあ本当に、ね、山崎もね、来年めちゃくちゃね、期待値高い、シュートスライダーっていうこのね揺さぶりっていうね制球若干甘くなるとね打たれるところもあるけどもね、かなり投球ねスタイルっていうか、まあ、小野慎吾さんのようなねロッテだとっていうね、ところでは非常にいい形でね、まあこの試合ね負けはしたけども非常にね、中身の濃いパターンだったかなと。で DeNA はね、6回表ね佐野がライト前ヒット、牧サードへの内野安打、岡本三塁線ファンブル、これは処理しなきゃ、内野安打になったけども処理しなきゃっていうね。でノーアウト一塁から宮崎がねレフトへ先制タイムリーで、ここでウォーカー返したやつがワンパンになって坂本がボヨヨーンってね、なっちゃってツーアウトに三塁になって外フォアボールで、ノーアウト満塁からね、峰井のピッチャーゴロ、山崎よりがファンブル、ひょっとしたらホーム取っててもどうなんやっていうところはねあるけども、もしね取っててアウトだったらでかかったからね。 でもノーアウト満塁からピッチャーねクロールに変わって森三振、大抜きファールフライで桑原ライトフライと1点も取れず、ここはジャイアンツよく踏ん張った。 DeNA ここでもう1点取ったらもうちょっと楽な展開だったけども、で6回裏ねミスした岡本がパコーンとホームラン打って1点、返すけどもねその1点止まりっていうね。で DeNA はね9回表ツーアウトから小原センター前で楠本がねタイムリーツーベースで、この1点非常にね大きかったなと、
いうところで3対1逃げ切り、巨人はこの敗戦、3位に向けては痛い敗戦になりましたね。で18日ね、もう一試合、阪神対ヤクルト1対0でヤクルトの勝ちっていうねところで、もうヤクルトね、先発小川ね、7回3分の1、104球5安打4三振2四球無失点、くっぴち丁寧にね緩急をつけてね、しっかり投げ切って大きかったかなと。で阪神先発藤浪ね、6回96球2安打9三振3四球1失点、前回ねちょっとバタバタってしたけど、このね次にね、次の投球でもバタバタしないっていうところはね、非常に良かった。まあ負けたけどね、内容って、まあこういい感じを続けていこう、藤浪はね。3回表にね、ツーアウト二塁からね、塩見のショートゴロを中野がね、ショートバン悪送球してんのよ。まあファースト原口も取ってやらなきゃいけなかったけどね、まあその後ツーアウト一三塁から山崎をね、アウトに取って、まあ失点をね、しなかったけども、で、6回ね、塩見のもう一回ね、ショートゴロ、この中のワンパしないようにと思って投げたら、高投大暴投ね、で、ノーアウト二塁になって、山崎がね、ピッチャーへの内野安打っていうところでね、バンドして、藤波がね、一回サード見て、ファースト見て、でもね、コンパクトに投げれないからね、振りかぶって投げてね、セーフと思ったら若干引っ掛けてね、ファースト小畑ね、セカンドから入って取れなくてね、で、悪送球行って、しかもでもよ、ツーアウト二塁から、ね、山田三振、村上敬遠して、オスナね、センターフライ、中村フォアボールでツーアウト満塁になるけども、代打宮本ショートゴロでここの藤浪を抑えたの、ピッチングよ、ここから崩れないのが大事なのよ。でもこの1点、ミスの1点でヤクルト3安打しか打ってないから、ほぼほぼ攻撃してない、結果終わったら1対でヤクルトの勝ち、マジック減らしました。阪神大連敗、ミスで負けるっていうねところで1対0でヤクルトの勝ちになりましたっていうところでね、全試合終わりましたけど、ちょっと順位を見てみるとですね、ヤクルトはマジック7、まあこれは分読み段階ですね。まあ2位 DeNA、 これももうほぼほぼ決定ですね、 99% 決定で、3位争いね、現状、阪神と、広島がゲーム差なしで並んでます。勝率も一緒です、 0.5 ゲーム差に、巨人、そして4ゲーム差に中日がいますけども、まあ中日残り11試合、まあ10連勝ぐらいしたら分からんけども、ちょっと厳しいね。実質この3チームにね、だったかなと。でも巨人がね、3試合、阪神広島よりね、試合が多いから、ということは 1.5 ゲーム差は縮める可能性があるからね、3試合多いってことがね。まだ分かんないね。しかも、広島阪神は残り6試合。いやー、やっぱりな、どうなんだろうね。もうわかんない。俺は。ね。阪神、広島もまだ直接対決あるからね。どうなんだろうかね。セリーグは里崎、ヤクルト、巨人、阪神、横浜、広島、中日と予想してるんで、ヤクルトと中日は当たりそうですね。あと阪神が3位になったら当たるけども、どうなってくるんでしょうか。まだまだわかんない。面白いセリフですね。そしてパリーグの順位、今オリックス1位でマジック9はそのままだけど、ゲーム差1でオリックスっていうところでね、今日の試合で勝ったらオリックスがどうなんだろう、勝率っていうところもあるけどもね、ゲーム差なしになります。でもソフトバンクが4試合多いから2ゲーム差は縮めることができる、全勝すればね。だからどうなるのかっていう。で3位がなんと楽天、首位に 3.5 ゲーム差、残り11試合。まあ、ギリか、ギリギリなのか、どうなのかっていうね、ところ。で、4位がね、1ゲーム差、楽天と、この連敗はきついっていうね。で、5位、ロッテ、3位に2ゲーム差。ね、ソフトバン、日本ハムに勝っても上どっちが勝つからね。だから今日も楽天と西武がどっちが勝つから、もし楽天が勝ったね、勝っても2ゲーム差は縮まんないし、ソフトバンクが勝てば3位に1ゲーム差になるから、ロッテとしては西武が勝てばね、ロッテとしては西武が勝ってほしいのかなっていうね、ところありますけども、まあ、全6位だけ分かってます、日本ハム。それ以外はまだちょっと分かんないですね。どうなんでしょうか。さあ、ということでね、最後にベストライン発表していきましょう。まずはパリーグから、ピッチャー、オリックス、山本。神投球、グッドピッチ。キャッチャー、西武、森。このまま B クラスに沈むのか。ファースト、ニパーム、清宮、本物か。セカンド、ソフトバンク、三森。このまま優勝できるか。サード、ロッテ、安田。5安打11打点、サードでベストナイン、ひょっとしたらあるのかな。ショート、ニパーム、上川畑。4試合連続、マルチ安打、サヨナラヒット込みです。はい、レフト、ロッテ、荻野。妹はクイズノーベル賞のスタッフです。岡田さん言ってました。はい、センター、
ソフトバンク、牧原、熊本城北高校出身です。ライト、オリックス、中川渋子。DH、楽天、浅村、A クラスを死守できるか。リリーフ、楽天、宮森、21試合連続無失点記録。セリーグ、ピッチャー、中日、大野、村上富士、抜群。キャッチャー、中日、木下、大逆転のクライマックスシリーズはあるのか。ファースト、広島、マクブレーム、逆転 CS、キーマンです。セカンド、阪神、糸原、クライマックスシリーズ、踏ん張れるのか、3位で。サード、巨人、岡本、サンホームラン、逆転クライマックスシリーズあるのか。ショート、広島、小園、安定してきました。レフト、広島、西川、FA、するんですか。センター、DNA、桑原、ハッスルプレイ。ハッスル、ハッスル。はい、ライト、広島、ノーマン、一番定着か。リリーフ、広島、森浦、グッドリリーフ。はい、ということで。お送りしてきました。今日、19日、今日の試合ね、セリーグはもう、巨人 DNA、東京ドームだけ、ね、もうこれは巨人、菅野、今が、いや、これもいいスペイン、どうなんだろうね。で、オリックス、ソフトバンクね、こう、継続して、どうなってくるの。あとは、宇都宮、引退試合ね、ここは見逃せませんね。ということで、皆さん、最後までどうなるのか、もうわからないね。どうなるんでしょうか。お見逃しなく。それでは、装着でした。